はいどうも、魚屋ボクサーの俺が一式、松尾和之と申します。今日は魚屋さん編ということで、ちょっと魚の卸し方などを紹介していけたらなと思います。それでは行ってみます。はい、今日はですね、魚屋の大先輩カオルさんという方にちょっと出演してもらって、アナゴの開き方やってまいりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。まずアナゴのヒレを取ってはりますね。左手で引っ張るようにヒレを引っ張って、包丁を動かしていきます。で、お腹を開けて逆さ包丁で頭までシュッといきます。で、包丁の刃は入れず、それどう取ってはるんですか？ここはね、角を利用してこう試合の一番奥の時から綺麗に、ほう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 、内臓もこれまだ使わはるんで。内臓も使えるんですね。そうです。内臓は何に使ったりするんですか？また焼いてね、食べたりしても美味しい。焼いて食べたり、はい、ほう。はい。で、これで一応下処理っていうのは終わったんですか？で、今から開くと、目打ちをして、これ目打ちっていうんですね、うん、これで開いてるときに動かないようにするということですね。そうそうそう、いきますよ。はい、まだこれ生きてるんで、身が動いてるの。なるほど、身が動いてるんですよ。力が結構ね、近づきます。骨を外すんですね、はい、さっきまで泳いどったし、あれですか、そうそうそう、身が硬いんですね。うん、抑えてるけどね。ああ。もう完成。よいしょ。はい、できました。あ、これ完成で。あ、あっちゅうまですね。これはお料理屋さんに持っていかはるんですね。はい、了解です。ありがとうございました。はい。